セルジオ・サントス・メンデスは、ブラジル生まれのミュージシャンである。ブラジル南部、リオデジャネイロ州リオデジャネイロ市近郊のニテロイで、生まれる。幼少の頃から、リオ市内の音楽学校で、クラシックピアノを学ぶなど、恵まれた環境で音楽の基礎を身につける。しかし、その後は、クラシックの道へと進まなかった。1950年代後半にジャズ、そしてアントニオ・カルロス・ジョビニア、 ジョアン・ジルベルトの影響を受けボサノバに移行し、彼らを誘って国内外で活躍するようになる。1962年にボサ・リオセクステッドを結成。1965年にはアメリカに活動の場を打ちし、ジョビンやジルベルトと共に、1960年代中盤から後半にかけて巻き起こった世界的なボサノバブームの推進役となった。 1966年の A&M レーベルから発表されたセルジオ・メンデスブラジル66とその中に収められたボサロック曲マシュケナダが世界的に大ヒットし日本を含む世界の多くの国で有名になったその後もビートルズのフール・オン・ザ・ヒルやデート・リッパーといった曲をボサノバ風にアレンジしたカバーなど欧米の音楽市場にとって 親しみやすいボサノバを作り世界へ普及させた。1970年の大阪万国博覧会のステージと来日公演の経験も多数ある。77年にはランバートポッター制作のレコードを発表している。1983年には愛をもう一度が全米4位まで上昇するカムバックヒットとなった。2006年の発表されたアルバム タイムレスでは、スティービー・ワンダーや、ブラック・アイド・ピーズのウィル・ア・ヤム、ジル・スコット・ラベツのジャンルの応募書とのコラボレーションを実現し、世界的なヒットで話題を呼んだ。2006年と2008年、2016年に来日公演を行っている。ジョルジ・ベン作曲福島復興支援コンサートに、小田和正、セルメン・ゴースペラーズ・ラ・オリコン、2016年2月15日、テレビを見ていたら、 セルジオ・メンデス出てるやん。その理由とは NHKFM ブログ2016年9月1日。ありがとうございます。